世界中を殺意で埋め尽くそうとする戸賀卑弥呼を前に、死の淵で個性が覚醒し、伝播するゼログラビティで全てを包み込むお茶子。戸賀卑弥呼の殺意によって個性終末論が現実になりかけたその時、お茶子のあなたと恋バナがしたいという普通の女子高生が送るはずだった当たり前の日常が悪夢を晴らしていきます。ということで今回はついに決着を迎えた2人の少女の戦い395話、幸せの上にの解説と戸賀卑弥呼生存説について考察していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。それでは行ってみよう。群賀山荘で繰り広げられていた戸賀卑弥呼とララカオチャコの戦いは、世界崩壊に手が届く規模の絶望的状況になり、群賀山荘にいた全てのヒーローが力尽きる中、お茶子一人だけが諦めず戦い続けました。森林カムイやトラみたいなトッププロヒーローが倒れていく中で、お茶子だけが一人で戦い続けていたんだよね。変身したトゥワイスの個性2倍とトガ自身の個性変身が合わさり、クラスメートたちが悪魔の形相で襲いかかる地獄の中をゼログラビティで華麗に飛び回り、覆いかぶさるヴィランの波をガンヘッドマーシャルアーツで裁きながら対話を続けるお茶子。トガのナイフで腹部を刺され死の影が刻一刻と迫る中、ついにお茶子のゼログラビティが覚醒。触れ連なっているものまでも伝播するゼログラビティによって、無数のトガトゥワイスが宙に浮かされ、次々と無力化されていきます。限界重量の3トンをはるかに超えた重量を無重力にするなんて、人類史上最強の個性になるかもしれないよ。ゼログラビティは人を傷つける力じゃないというお茶子の意志が反映されるように、トガもヒーローも全てを優しく包み込む幻想的な光景に誰もが目を奪われる中、血と吐砂物にまみれたお茶子と今にも泣き出しそうな表情を浮かべる戸賀卑弥呼、2人の恋バナが始まります。林間合宿からすれ違ってきた2人の恋バナがやっと始まったんだね。瀕死の重傷を負いながらも、今まで自分がしてきたこと、思っていたことを全て戸賀にぶつけるお茶子。大切な人を殺され、社会から拒絶され続けてきた憎悪をヒーローであるウラビティに向ける戸賀でしたが、目の前にいるのはヒーローではなく自分のことを戸賀卑弥呼として見てくれているウララカオチャコだと気づいた戸賀は、今までずっと我慢し続けていた感情が爆発。家庭環境のこと、初恋のこと、辛かった思い全てを打ち明け、今まで怖くて誰にも聞けなかった私かわいいという戸賀の問いに世界一と答えるお茶子。その瞬間、呪縛が解けるようにトゥワイスの変身が解け、二人の少女の戦いは終わりを迎えました。ここからは395話、幸せの上にについて解説していきましょう。戦いに決着はついたけど、瀕死のお茶子はどうなったの？トゥワイスが消え、空へと浮かんだヒーローたち全員を優しく地面へ着地させたお茶子でしたが、トガに刺された傷は深く、その状態で長時間戦い続けたことで失血死寸前まで追い込まれていました。思いっきりお腹刺されてもゼログラビティで飛び回り続けていたから、普通の人ならとっくに死んでるよ。奥戸島から半日以上戦い続けた疲労、刺された腹部の傷、限界を超えた個性使用の負荷が重なり、とっくに限界を迎えていたお茶子の命は尽きようとしていました。そこへ無傷の戸賀卑弥呼が呆然とした様子で近寄り、ナイフを持ったまま辺りを見渡した戸賀は、その場に自分を止めるヒーローは誰もいないことを確認します。ヒーローは全滅しちゃってるし、唯一報道陣のヘリが空を飛んでるけど両ヘリじゃないからどうしようもないよ。群賀山荘の近くで戦っていたエンデバーやイーダテンやホークスの元にもトガトゥワイスの魔の手は迫っていたものの、寸前のところで消滅し命は助かったようですが、とても戦える状況じゃありません。ダントツで重傷のホークスが最後までトゥワイスの人の良さを信じていたところが泣けるよ。血だまりの中で痙攣を起こし、意識を保つことさえ困難になってしまったお茶子の前に立ち尽くすトガは、ある意味ヴィランの完全勝利とも言える状況ながらも、お茶子との恋バナを思い出しながらお茶子の血を吸い、お茶子ちゃんがいなくなるのだけはやっぱりやっとお茶子の姿に変身します。そして本来は血液を効率的に吸血するためのサポートアイテム、ヴァンパイアネックのケーブルを自分とお茶子につなぎ、私の血を全部あげると輸血を始めます。異能解放軍と戦った時、
クワイスが助けてくれた方法で今度はお茶子を助けようとしたんだね。他人の個性が使える以上、血もその人そのものになるという性質を秘めていた変身の個性。トガの覚悟を感じ取ったお茶子は自分の状況を顧みず、すぐに輸血をやめるよう訴えかけるも、トガは一向にやめようとしません。まともに喋ることもできない状態のお茶子を前に、ダビが嫌な思い出が詰まった家を燃やしてくれたことを思い出しながら、トウヤ君は嫌な思い出をなかったことにしてくれた、嬉しかったけど心には残ってしまうと打ち明け、お茶子ちゃんはなかったことにはしなかった、それは痛くて辛いけど触れられた時心がふわっと軽くなったと感謝の言葉を伝えます。今まで他人の血を吸うことしかしてこなかったけど、変身の個性は人を助けることもできたんだね。我を私、身をかぶさるという意味を持つ戸賀文子の名前。他人の血を吸い人生を乗っ取る凶悪な個性だと思われてきた変身の個性は、本当はどんな人にも血を分け与えることができる世界一優しい個性だったということが判明します。もしかしたらトガの両親も他人のために尽くせる優しい子に育つようにトガ卑弥呼という名前をつけたのかもしれないね。使い方次第で凶悪な力にも優しい力にも変わっていくお茶子のゼログラビティとトガの変身の個性、この二人の戦いは今後の暗い未来を暗示する個性終末論を覆し、他人を思いやる心次第でもっと素敵な未来になるという一つの可能性を示したのかもしれません。資料の出血をしているお茶子を助けるために輸血するっていうことは、戸賀卑弥呼も死んじゃうのかな。戸賀自身も言っているのですが、もしこのまま二人とも助かり戸賀が罪を償うことになったとして、血なんて一生くれてやると断言したお茶子は自分の言葉を曲げず、一生血を戸賀に吸わせに行くことになるでしょう。お茶子ってデクと同じで、一度決めたことはある意味狂気的にやり続けるところがあるから、本当に一生血を吸わせに来るだろうね。お茶子の人柄を理解している戸賀は、お茶子の人生の重荷になることは望んでおらず、かといって余生を生きにくい世界で過ごす気はないようで、好きに生きて好きに生きた世界一かわいい普通の女の子とお茶子のために命を使おうとしています。悲しいけどこの終わり方しかないのかな。お互いに分かり合えたところで死別するという美しくも儚い王道展開ではあるものの、本当にこの終わり方でいいのでしょうか。それはどういうこと。お茶子と戸賀卑弥呼、この二人の戦いは後に控えるデクと死柄木弔の結末にも関係してくる戦いです。どんなヴィラン相手でも悲しんでいることから目を背けなかったデクとお茶子、周りの環境のせいで生きづらい人生を歩むしかなかった死柄木弔と戸賀卑弥呼、この4人の関係性は非常に似ていて、お茶子と戸賀卑弥呼の結末がこのような形で締めくくるということは、お茶子自身の心にも影を落とし、デクも死柄木弔を救うことができなくなってしまうことを示唆しています。戸賀卑弥呼がお茶子の血となってお茶子の中で生き続けるっていう結末に合わせるなら、志村天子の意志がワン・フォー・オールの中に取り込まれてデクの中で生き続けるっていう結末につながるかもしれないけど、結局ヴィランは最終的に死んじゃうんだって思うよね。因果応報の宿命とも言えますが、トガや天子を救えなかったという事実はデクとお茶子の心に大きな傷を残すかもしれません。なのでここからはトガ卑弥呼生存説について考察していきましょう。この状況から生き返れる方法があるんですか。鍵になってくるのは我らがブラキン先生です。トガ卑弥呼生存説ってどういうことなのさ。現在のお茶子と戸賀卑弥呼が置かれている状況はかなり絶望的で、このまま行くと戸賀の命がけの輸血でお茶子を救う方法しかありません。軍河山荘の周りは再び大爆発しそうだったし、戸賀トワイスで埋め尽くされてたから医療機関も機能してないだろうし、当然エリちゃんやリカバリーガールが来れる可能性もないよね。現状でヒーローサイドの回復手段は限られており、エリちゃんの巻き戻しの個性かリカバリーガールの治癒しかありません。作中最強のヒーラーであるオーバーホールこと千崎の介入も考えられますが、おそらく千崎の出番はオールマイト対オールフォーワンで来ると思われるので、千崎が軍河山荘に駆けつける可能性も低いでしょう。じゃあもうダメじゃん。唯一の可能性として報道のヘリによる空輸が考えられますが、失血死寸前の2人にまともな医療装備もない報道のヘリでは輸送中に息絶えることは明白です。エリちゃんもダメ、リカバリーガールもダメ、オバホもヘリもダメってなったらもうどうしようもないよ。
そこで最後の可能性として残っているのが我らがブラキン先生ではないでしょうか。なんでここでブラキン先生が出てくるのさ。相沢先生と同じポジションにいながら活躍が全然なくて、最終決戦で一度も姿を現さないブラキン先生がいたところで何の役にも立たないよ。かなり初期から登場しており、強そうな見た目をしているにもかかわらず、戦闘描写がほとんどないブラドキングですが、彼の個性を覚えていますか。なんだっけ、マッチョ。ブラドキングの個性は血を操る総決です。本編では林間合宿でコピーダビと戦った時に一度だけ個性を発動しているのですが、その時ブラドキングは大量の血液を操り凝固させダビを捕捉しました。総決って強そうな個性なのに全然披露されてないよね。ここで重要なのがダビを捕捉する血液の量です。大人一人が完全に覆われるほど大量の血液を使っているにもかかわらず、ブラドキングは失血の症状が出ていません。確かにピンピンしてるね。見るからにバケツ1杯以上の血を使っても何の影響も出ていないところを見ると、もしかしたらブラドキングは血の量も操ることができるのではないでしょうか。ということはブラキン先生がお茶子たちに輸血しまくるってこと。そうです。しかもブラドキングの血液型はお茶子と同じ B 型で、輸血可能な点も単なる偶然とは思えません。確かに血を増幅して操れるブラキン先生ならお茶子にも十分輸血できるし、お茶子に変身した戸賀卑弥呼も助かるかもしれないね。戸賀ちゃんはブラキン先生に輸血されるの死ぬほど嫌がりそうだけど、コピーとはいえダビを瞬時に制圧できるほどの武力を持っているブラドキングが最終決戦に参加していないとは考えにくいです。しかし近接戦闘中心になる個性のため戦えるヴィランは少なく、肉弾戦主体になるヒーローは主戦場にはいない傾向があります。そういえば肉弾戦主体のヒーローが集まってるのって避難シェルターの警護じゃない。軍画山荘付近で停止したシェルターにはガンヘッドや B 組の剣道鉄鉄が配置されていました。 B 組の生徒たちをサポートするためにこのシェルターにブラドキングがいたとしてもあり得る話ではないでしょうか。まさかのブラキン先生が救世主になるとは。でもさ、戸賀卑弥呼が助かったとしても結局死刑か無期懲役になるんじゃない。これまでに多くの人を殺してきた戸賀卑弥呼が表立ってヒーローになることはまずありえません。しかし過去の経歴に傷がある人たちが唯一活躍できる場所が一つだけあります。それってもしかして。そう、ヒーロー公安委員会です。公安委員会とは警察やヒーローとは違い、秩序を守るためには何でもする裏の組織で、過去にはレディーナガンを使ったヒーローの暗殺や犯罪者の息子であるホークスを育て上げ、表には出せないような汚れ仕事をやらせていたこともありました。レディーナガン時代の公安はクソみたいな組織だったよね。ホークスが所属していた時代の公安は昔に比べてだいぶ良くなったものの、ヒーロー社会の秩序を守るためには何でもするという根本は変わっておらず、ホークスとレディーナガンの会話から察するに法を犯すような仕事も数多くこなしていることがわかります。ヴィラン連合を欺くために頂上解放戦線に潜入したり、ベストジーニストを殺したりしてるから、かなりグレーな組織には変わりないね。現在の公安は全面戦争時にリデストロによって公安委員長が殺害され、実質解体されてしまったような状態になっています。それが原因で治安維持や海外ヒーローへの救援要請ができなくなり、混沌とした日本になってしまったことから、公安の存在は平和維持には必要な組織だということは間違いありません。公安もほぼ壊滅しちゃったし、新しく再結成しないといけないよね。そこで公安の新たなトップに立つ可能性が高いのがヒーロー仮面試験で試験官を務めたメラヨクミルです。公安の幹部ってメラさん以外ほぼ全滅しちゃってるよね。でもさ、ホークスも個性を奪われてとてもヒーローできる状態じゃないし、誰が公安メンバーになるのさ。公安メンバーとして有力なのが、幹部として公安ヒーローの経験があるレディーナガンとホークス、闇社会に精通した千崎と補佐のクロノ、そして公安ヒーローとして戸賀卑弥呼。このようなメンバーで公安が再結成されたら面白いと思いませんか。戸賀ちゃんが公安ヒーローとして活躍したらめちゃくちゃ面白くなりそう。戸賀卑弥呼の変身の個性や気配を消すミスディレクションの技術はスパイ活動も多い公安ヒーローにとってはうってつけで、まさに X-Men に出てくるヴィラン、ミスティークのような活躍が期待されます。
何より清廉潔白な人格が求められるヒーローと違い、裏で暗躍する公安ヒーローという立場は、戸賀卑弥呼が感じていた生きにくい社会を正していく活動にもつながるかもしれません。ヒーロー社会のいびつさを知っているレディーナガンがいるなら、公安委員会ももっといい組織になれるかもしれないね。ということで今回は395話幸せの上にの解説と戸賀卑弥呼生存説について考察してきましたが、いかがだったでしょうか。戸賀卑弥呼は死んじゃうのか生き残るのか、みんなの意見をコメント欄で教えてね。それでは次回の動画でお会いしましょう。クルスウルトラ。